抜きの腕、占いの間。皆さんおはようございます。この時間は FM 機能湾より今週のあなたの今日のあなたの運勢を各週替わりで占い師が占うコーナー、占いのコーナーをお届けします。今日はですね、私こんにゃく田楽が皆様のラッキーカラーとラッキーアイテムを占ってみたいと思います。それでは早速占っていきましょう。まずはじめにお羊座のあなた、今日はやるべきことを丁寧に忍耐強く続けていくのがベストです。ラッキーカラーは小豆色、ラッキーアイテムは携帯です。続いてお羊座のあなた、お牛座のあなた、やりたかったことに挑戦すると新たな発見があるでしょう。前に踏み出す勇気を持ってください。ラッキーカラーはえんじ色。ラッキーアイテムはキャンディーです。ラッキーアイテムはパソコンです。続いて双子座のあなた。ふと寂しく感じることがある一日かもしれません。そんな時は身近な人との会話を心がけてみましょう。案外、身近な人もあなたと同じ気持ちかもしれません。双子座のラッキーカラーは緑。ラッキーアイテムはキャンディーです。続いて蟹座のあなた。今日は自然に笑顔が出てポジティブに過ごせそうです。鏡の前で自分にも笑顔を見せてあげましょう。ラッキーカラーは朱色、ラッキーアイテムは鈴です。続いて獅子座のあなた、予定がなくなりブルーな気分になりそうです。そんな時こそ今までやろうと思っていたことをやるチャンスです。有意義に過ごしてください。獅子座のラッキーカラーは紫色。ラッキーアイテムはチョコレートです。続いて乙女座のあなた、人の優しさに触れて心の底から幸福を感じられるでしょう。今日の幸福感を明日からの活動力に変えてください。ラッキーカラーは蛍光イエロー。ラッキーアイテムは時計です。続いて、天秤座のあなた。甘えから身近な人に当たってしまう一日です。後悔することになりそうです。海や空や外国の写真を見てゆっくり考えを整理しましょう。ラッキーカラーはチョコレート色。ラッキーアイテムはミルクティーです。続いてサソリ座のあなた、頭が冴え勉強も仕事もはかどるでしょう。普段なかなか会えない友人と連絡を取るといい情報がもらえそうです。ラッキーカラーは鉄色。ラッキーアイテムはハンカチです。
続いて、いて座のあなた。淡々とした日々で気づかないうちに疲れをため込んでいます。ゆっくりとお風呂に浸かったりアロマを焚くのもおすすめです。ラッキーカラーはブドウ色。ラッキーアイテムは車です。続いて、ヤギ座のあなた。自分をアピールするのにベストな一日です。手のひらを上に向けて話すと緊張が和らぎ、上手に伝えることができるでしょう。ヤギ座のあなたのラッキーカラーは、少々お待ちください。ヤギ座のあなたのラッキーカラーはからし色。ラッキーアイテムは音楽です。続いて、水亀座のあなた。気分が優れないまま時間があっという間に過ぎていきそうです。焦らずストレッチしたり音楽を聴いたりしてリラックスできる時間を作りましょう。ラッキーカラーは薄茶色。ラッキーアイテムはぬいぐるみです。最後に、魚座のあなた。直感が冴えてアイデアがたくさん評価される日です。思いついたことがあればためらわずに行動に移しましょう。周囲に相談してからだとむやみに反対される可能性があります。ラッキーカラーはパン粉色、淡い黄色。ラッキーアイテムは写真です。以上、今日の皆様の占いをお届けしました。あなたの今日の運勢はいかがだったでしょうか。ラッキーカラー、ラッキーアイテムを思い返して身につけたりしてみてください。それでは、今週1週間も素敵な1週間になりますようにお祈りしております。